ひどいありさま。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ。ああ、ここにいる。パパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな、あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭うなあ。俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。